全羅南道町全羅南道は大韓民国南西部に位置する行政区。1896年、朝鮮八道における全羅道の南半分を全羅南道と定めた。1948年により韓国の一部となり現在に至る。日本統治時代までは、チェジュ島及び周辺当初も全羅南道に含まれていたが、1946年に、 チェジュ道として分離。また、かつて、全羅南道所属であった甲州市も1986年に甲州直轄市として分離した。道庁は13道西施行当初から甲州に置かれたが、2005年に無安軍に移転している。通常は、全南と略される。西は、航海に面し、北を、全羅北道、東を、京州南道と接し、南には、 チェジュ海峡を挟んで、チェジュ特別自治堂がある。海岸は、リアス式海岸であり、入り組んだ地形に2000余りの島々が存在し、その内約4分の3は、無人島である。海岸線の総延長は6 1 0 0トルにもなる。海産物、特に牡蠣や海藻の生産は、韓国内でもも盛んな地域であるといえ、日本の瀬戸内地方と似ている。 道の一部は産地であるが、ほとんどは平野である。千津へ、坂へ山へ、丹津への流れる平野は豊富な豪雨があり、国草地帯を形成する。また、朝鮮半島で最も温暖な気候である。これらの地理条件のために農業が発達し、主に米、小麦、大麦、ジャガイモが生産される。野菜や綿花、果物も栽培される。少量であるが金や石炭といった、 地下資源が採掘され、付随する工業もその地域で発達している。道の東部南海岸である、紅葉湾一帯には大規模な化学工業団地である、冷水国家産業団地、ポスコ工業製鉄所が立地する。全羅南道は、朝鮮半島南部の他の道、広域市レベルの地域と比べると、全体的に工業において、遅れをとっているとされているが、それでもその中で、 紅葉湾一帯は、道内の工業生産の大半を生み出す、産業施設が密集している、朝鮮半島有数の産業地帯の一つである。霊岩、軍山固有では、ヒュンダイ重工業系列の造船所やいくつかの中、小造船所と、それらの造船所群の下請けを担う中小企業が密集している大仏国家産業団地が立地している。富山広域市、 ウルサン広域市を中心とする、喜び南地域、及び、紅葉湾一帯に比べて、工業生産額はさらに低い方だが、木浦都市圏は、道内の紅葉湾一帯に次ぐ、工業地域である。1月の平均気温、木浦冷水8月の平均気温、木浦冷水支部、木浦市、木浦市、冷水市、安う市順天市、津うん安ゅう案しらしゅ,しゅし紅葉市。 ワンチョン市軍部隊、アキラ軍、ダムヤンガン、国城軍、コックソングガン旧霊軍、ゴリーガン公共軍、ゴーヒュンガン北条軍、ボズウングガンワジュン軍、ウサンガン長工軍、ジャンヒューンガン高新軍、ギャンジェンガン海南軍、ハナムガン霊ガン軍、ヨウンガムガンムアン軍、ムアンガン、ゼンラナン道長は、ミサトユうに所在。ミナ、タイラ軍、ハンプヨングガン霊公軍、ヨンググワンガン長城軍、 ジャングソングガン、フトイシマグン、ワンドガン、チントウグン、ジンドガン、シンアングン、シナンガン。ありがとうございます。